はい、皆さんどうもこんにちは。今回の紹介はリクエストであったシール帳を紹介してくださいということで、今回はシール帳の中身を紹介していきたいと思います。 1D& ユーポンです。ちょっと高さを変えたいと思います、はい、こんぐらいにしたいと思います。それでは紹介します。私のシール帳はこんな感じに、なんかタワーみたいなものが書いてあります。で、こんなに分厚いですね。これは399円ですね。微妙に安いです。はい。で、まあ、1ページは、よいしょ、こんな感じにシールがあったんですが、と貼りましたね。で、まず1ページがプリティリズムのシール。と、犬とか、ほっぺちゃんとか。はい、こちらが動物ですね。はい、で、こちらも動物。これがお道具箱です。で、次にこちらが、なんかギターとか、すみこ暮らしとか、なんか食べ物とかですね。はい、で、じゃあ今日の献立っていうものですね。これとかは食べ物シリーズ系ですね。で、ラインとなめこ。ですけど、はい。で、こちらのシール、私、こちらのキャラクターはそんな好きじゃないんですけど、これは私、前入院していて、退院した時におめでとうってことで、こちらのシールをね、もらいました。はい。で、これがユニバーサルの時にもらったものですね。で、これが、水族館ですね。兵庫県の、ジンベザメがいる、水族館に行ってきて、こちらを購入しました。はい。で、ちょっと気持ち悪いものですね。これは、小人図鑑入門ですね。これは、三宝石ですね。これは、カポリンちゃんも、欲しいって言ってましたね。前であげました。で、スヌーピー。と、これが、駄菓子系のシールですね。で、すみっこ暮らし。と、きりみちゃん。と、ここから、まあ、妖怪ウォッチですね。こちら、レジェンド的なものですね。はい、もうこちらをそのまま貼った感じ。これはそのまま貼った感じですね。はい。これはマックですね。マック、前、なんか、言ってたんですよ。シールもらえますっていうことで。私、こちら気に入ってますね、こちら。これ気に入ってますね。このイケメン風の。なんか面白いので、好きですね。こういう感じのもの。はい、で、こちらパンダですね。ちょっと気持ち悪い。なんかちょうどお股にリンゴが。はい。で、こういうシールはミルトンからもらいました。こういうもの。はい。で、デコシール。で、次が、なんかちょっと適当な感じで、肉球とか、多分これ移動した時ですね。で、スヌーピーのシール。で、農場。これ友達から、前の友達にもらいました。で、まだ開いていて、あ、こちらマックですね。はい。もう私のシール帳はこんな感じですね。リクエストありがとうございました。他にもリクエストお待ちしております。それではバイバーイ。